ゆいがお前のこと理想の雑な配信者だって言ってたよ。マジかよ。俺もやっぱゆいが一家のさ、初代核弾頭じゃん。この前ニコラもやってたよな、ゆいがさ。やった、お前ゆいがに認められたら初めて一人、ようやく俺も一人前の配信者になったな。ついに認められたんだ。へぇー。やば。相当なことだよ。相当よ、はっきり言って。あいつ200回引退してる。マジかよ。ギネス挑戦しようぜ。ギネスに挑戦しない？このまま。クリエイター推奨プログラムで稼ぎれてきて戻ってきたらしい。安直すぎるだろ。安直すぎないか。いつからそれスタートすんの？いつからスタートすんの？いつからそれクリエイター推奨プログラムがスタートすんの？今日スタートで、え、あれいつだっけな？一昨日ぐらいに戻ってもらうんだっけ？へぇー。何をクリエイトするのか今後は。でもいいんじゃないの？なんかそういうさ、アウトロー系の人たちみんないなくなっちゃってちょっと面白くねえじゃん。みんな帰ってくればいいんだよ。うなちゃんマンとかさ、ゆいがとかさ、悪魔のキューピーとかさ。そうやって考えるとニコ生どんだけ寛容なんだよ。お前ヤクザの配信許すってどういうことだよ。お前悪魔のキューピー指3本ねえんだぞ。へぇー。ふわっちに行っちゃったんだ。俺、ふわっち全く見てねえからわかんねえんだよな。ふわっちランキング見てるな。ねえねえ、そういう人たちってさ、どこ行っちゃったの？そういう人たち。どこ行っちゃったの？みんなやってないの？ね、うなちゃんマンとかってさ、ニコ生やってないの？今。やってないのもう。やってないんだ。あ、ツイキャス？最近全く知らねえな。もう配信サイト一個変わっちゃったらさ、話題に上がらないじゃん。ゆいがぐらいしか。だって、うなちゃんまもうすぐ50歳じゃない。俺を引き止めない、お前らが悪いって言って、ふわっち言ったよ、ちゃんまは。何なんだろうな、そのおごりは。スーパースターじゃねえかよ、お前それ。山口百恵クラスのスターじゃねえかよ。別れ際の彼女。止めればよかった。俺たちが止められなかった俺たちが悪いな。もうでも50知見じゃね？だって俺が25の時45くらいつってなかったっけ？でも悲しいね。